C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日はですね、7月17日ですね。いや、全然もう雨ばっかりですね。全然晴れないですね。梅雨明けが多分しない、梅雨明け宣言しない年なのかもしれませんね。2週間ぐらい先まで全部ね、雨マークに曇りマークで晴れマーク1個もないっていう状況なんですけれども、まあそれにもましてですね、なんとかウイルスが、まあ、もうこれはもう完全第2波ですよね。で、第1波っていうか、流行った時と、まあ、今とですね、ちょっとこう状況が違うと思うんですよね。で、1回目っていうのはですね、結構重症の方が出たりとか、まあいろいろそういうふうにこうなんかやばいぞやばいぞっていう感じだったと思うんですけど、今回はですね、こう連鎖してこう PCR 検査の数が多くなったことによって連鎖して、多くね感染者が見つかっているような状況にあると思います。っていうのはですね、まあ、よく小池さん、東京の、ね、小池さんが中心になっていると思うんですよ。このなんとかウイルスの対策に関してはですね。でですね、PCR 検査の、量を増やそうっていうことを、まあ、やっていてですね、例えば夜の街とかメイドカフェとかですね、ああいうところで、無作為に検査をしました。で、その結果1人、2人陽性の方がいました。じゃあその方に接したお客様どうかなって言ってバーンと調べるとですね、出てくるわけですね。で、僕もねちょっと今こう喉がこうイガイガしてるんですけども、まあ、風邪なのか乾燥ってことはないからね、なんかちょっとこう風邪気味なのかもしれないけど、もしかしたらこう PCR 検査したら出る可能性もあるわけじゃないですか。だからね、わからないんですよ。1回目の波というかね、自粛された時とは状況がちょっと違うかなっていう感じはしていますけれども、やっぱりね、僕ら美容師としてはですね、消毒マスク、まあ、自分がかかってるっていうことを想定して相手に感染させないっていうことがね、すごく大切な対策になるし、そういうのをやってますよっていうのをですね、お客様に伝える、見せるっていうことが大切なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでね、本題になりますけれども、今回ですね、7月の7日、9日か、9日にプレオープンをしまして、7月の11日にありがたいことにですね、移転して、シーノは新しく生まれ変わってオープンすることができました。これもね、スタッフとか、それからね、ディーラーさん、メーカーさん、そういった方のですね、サポートがないと全く一人では全くできないので、本当にありがたいなっていうふうに思っているんですけど、その中でね、まあ、これを見てる方が、まあ、スタッフで若い方が多いので、まあ、この話は伝えておこうと思ってですね、今日はお伝えしてるんですけども、その上司っていうのは、まあ、オーナーさんとか店長さんとかですね、それから、まあ、先輩と言われる方、大きい店だったら先輩、1個上の先輩、2個上の先輩、3個上の先輩ってたくさんいると思うんですけれども、その方に仕事を頼まれたとします。例えば、ねえねえさん、ここの、これをやっといていただけますかって頼まれたとしますよね。で、今でも自分は他のことをやってるんですよ。わかります?今これをやってるんだけれども、これを仕事を頼まれましたという場合にどうしたらいいのか、またどういうふうにしたら先輩もしくは上司に、あ、この子は信頼できる子だなっていうふうに思われて仕事を委託されるようになるのか、もしくは、将来的に責任者はあの子だなって思われるのかっていう話なんですけれども、これはね、もうまさしくね、1個だけです。じゃあ何がどういうふうにすればいいかっていうとですね、大前提としてあるのは仕事を完結するということですね。完結です。完結ってどういうことかっていうと、要するに仕事を頼まれました、私が頼まれました、そしたら私で仕事を終わりにするっていうことなんですよね、大切なのは。終わらないと、またですね、その先輩に仕事が戻るんですよね。で、戻れば、その先輩はですね、次の仕事に行く前にそれを片付けてからじゃないといけないので、結局ですね、要するにアシストをしている状態ってことです、アシスト。
まあ、アシストも大事かもしれないけど、今例えばこれを見てる方でアシスタントの方がいらっしゃれば、アシスタントっていうのはですね、スタイリストの方のアシストをしている仕事なんで、スタイリストがいないと仕事が完結しませんよね。主に大きく分けて美容師の仕事っていうのはカウンセリング、カット、仕上げ、これはねスタイリストじゃないとできないんですよ。まあ、もしかしたらカウンセリングはアシスタントでもできるかもしれない。でアシスタントがカウンセリングをして、あのこういう風にしたいみたいですって言って、あ、分かった分かったっていう風に、ね、事前にカウンセリングをある程度しておくってことはあると思うんですけども、でも結果的にそこでカウンセリングが完結するってことはないですよね。やっぱある程度次のというか、まあ、担当のスタイリストが、あ、今ちょっと話聞いてもらってありがとうね、こういう感じにしようかするっていうことなんだけど、じゃあこういう風にしたらどうで行こうよっていう風にカウンセリングが終わるわけですから、結局カウンセリングはアシスタントがやったところで完結はしないですよね。カットもアシスタントができるわけじゃないから完結しないです。で仕上げも、まあ、仕上げのドライカットとか、まあ、もしやる場合であれば仕上げは完結しないんですよね、スタイリストがいないと。だから、仕事は美容師の仕事としては、アシスタントでは完結しないんです。ただですね、他の例えばですね、あのこれやっといてねってお願いしますとか、そういったことの仕事をですね、自分で完結しないと誰かがやることになるんですよ。その誰かっていうのが上司、オーナーであった場合には、その仕事を頼まれた方は多分もうその人に、なんていうのかな、こう仕事を頼みたくないなって上司は思うと思うんですよね。あいつに言っても仕事やってくれないし、結局戻ってくるから仕事が、だったら俺がやった方が早いやとか、他の人にお願いした方がいいやっていう風になると思うんですね。じゃあなんでね完結しないのかなって僕いつも思うんですよね。やっぱりね、温度感だと思うんですよ、仕事の温度感、その仕事を自分がやらなければいけないっていうですね、そういう温度がですねすごく低い気がするんですよ、ね、なんか自分がやんなくてもまあいいかみたいな、それから今の状況でできると思ってないでしょ上司がとか、なんかこう空気感がすごく薄い、軽い気がしてならないんですよね。僕が仕事を頼む時っていうのは、あのお願いやってくださいっていう感じなんですよ。あのこれを見てる中、見てるあの若い美容師さんの中でですね、例えば店長とか、オーナーとかが例えば何もしない、なんか全部なんか他にこう、後輩とかに仕事をこれやってこれやってって自分が全く何もしないって言うならば、その店は辞めた方がいいですね。あの通常でいけばですね、あの上司になればなるほど仕事量はある程度多くなります。で仕事の質も変わってきます、ね、アシスタントとかスタイリストになりたての子とか、あの通常のスタイリストとかっていう子がやっている仕事と、店長さんがやってたりとかオーナーがやったりとかする仕事の質とか量とかが違うっていうことなんですよ。だから、お願いしますって、いうオーナーっていうのは他に仕事を抱えてる、他にやることがいっぱいあるからあなたにお願いしてる、あなたにお願いしたい、やってほしいと思うからお願いするわけですね。ただ、自分が楽したいがために、自分は全く何もしないでふんどり返ってて、で他の人たちに全部仕事を委託しているならば、その上司はダメだし、その上司が、まあ、変わらないんであればその店は辞めた方がいいです、自分のために。ただ上司がある程度仕事を抱えていて一生懸命やってるんであればですね、やっぱり、仕事をですね、自分は他の仕事を抱えててそっちをやらなきゃいけないから仕事を委託してるので、仕事を完結してほしいんです。でもし今やってる仕事が、終わってからその仕事に取り掛かるんであれば、はい分かりましたってまず返事をすることですね。で今これやってるんで、これやってからでいいですかとかっていうふうに聞くんですよ。
で例えばその緊急性があるものだったら、あごめんちょっと一回その保留にしてコツコツこうごめん先やってって言われることもあるだろうし、あ全然いいよそれ終わってからでいいからって言われることもあると思うんですよ。その辺をですね、何も言わないで、はい分かりましたとかって言ってですね、何もしないっていうのが一番罪が重いかなと思います。だから一番やっちゃいけないのが、既読スルーじゃないけど仕事スルーです、ね、仕事スルー、これはですね絶対やっちゃいけないです。はい、なぜやっちゃいけないかっていうのは、まあ、さっきのことですね、他の仕事を抱えてるからなんですよ。何もしてない上司が仕事頼むのと、頼んでるんであればその店はやめた方がいい。ただ上司もいろいろやっていていろいろ大変だぞと、で、ナイナさんこれお願いしますって言われた仕事に関しては完結、その人で完結すべき、完結できないんであれば調べるべき、調べた結果これがこうなんだけどもどうしてもこうならできないっていうふうに伝えるべき、その辺がですね、将来的に店舗責任者になろうとしているならばそうだし、それは絶対やらなきゃいけないし、そうじゃないとしても上司を助けるために、上司に信頼されるために、で上司に信頼されるってことは後輩にも信頼される絶対に、だからそういったこうなんていうのかな、こう社会的に、信頼を得たりとか、潤滑に仕事をするためにですね、頼まれた仕事は、その場で完結で、完結したら必ず報告、これですね。これができてないと本当にうまく回らないですね。はい、調べることできるじゃないですか、自分でこれはどういうふうにやったらいいかなとかっていうのね、全部上司がやることになるんですよね。特に自分でやんなきゃいけない仕事っていうのは上司を抱えてるん でそれをですね、やらなきゃいけないからできないからお願いしてるんですよ、ね、でナイナイさんならできると思ってるからお願いしてる、それをね、すごく今回移転の際にですね思ったことであります。はい、というわけでですね、一旦ここで今日は締めたいと思います。仕事を完結するものすごく大切なことではないかなと思いますので、頼まれた仕事それはですね完結するようにしてください。はい、それでは C の公式 YouTube チャンネルでした。さようなら。